みんなのんきだからね。大紀元2022年6月14日新東工作、中の国の新東工作に直面するカナダ、あまりにもうぶ作家が警鐘を鳴らす。日本も中の国の新東工作でえらい目に遭ってるような気がするよ。維新やジャーナリストによって政治家やばいやついっぱい。記事によりますと、6月7日のパネルディスカッションが行われたみたいで、カナダの専門家は次のように発言しました。カナダは共産主義の中の国による、共産は共産のことを言います、共産主義の中の国、中の国は中国って書くところ、大陸のところによる継続的なスッパイや内政干渉活動を甘く見ている。また政治家も故意にその脅威から目を背けているため、カナダは民主的同盟国からの信頼を失っている。受賞歴のある調査報道ジャーナリストでもあるサム・クーパーさんって方は、作家に昨年の夏に出した著書で、中の国の共産党の腐敗した政治家たちがカナダのギャングやカジノを利用して不正な麻薬取引などの国際犯罪行為で得た汚い金を洗浄していることを暴露した。汚い金を洗浄の後にカッコ書きでマネーロンダリングって書いてある。クーパーさん自身も北の京って書くところに目をつけられていたという。カナダの情報当局から私に関する情報を北の京って書くところのスパイが集めていると警告を受けたと明らかにした。北の京って中の国の首都の鉄筋よねんけどな。クーパーさんの著書の第2版発売を記念して行われたパネルディスカッションで、クーパーさんは私の本に対する大衆の反応や中の国の共産党にダメージを与える可能性があるかどうかを北の京は知りたがっていたと語った。北京、中の国は共産一党独裁の国、北京は知りたがっていたって、あそこの政府は知りたがっていたということよね。このイベントはマクドナルドローリエ研究所が主催し、保守党の議員アダム・チェンバースさんやトロントに拠点を置く世界的な汚職防止非政府連合であるトランスペアレンシー・インターナショナル・カナダの事務局長のジェームス・コーエンってやつらがパネリストとして参加したやつ。クーパーさんは自分が中の国の共産党のスパイ活動のターゲットにされていたことを知ってショックだったが、共産党政権の統一戦線工作部がこの書籍を脅威と感じたことには驚かなかったと述べたやって。統一戦線工作って同じ部隊に引き上げて一緒に潰していく工作なんで、あ、こいつ怪しいな、めんどくさいなと思ったら背を向けた方がいいですよ。関わらなければ同じ部隊に乗ることもなくて、洗脳もオルグもされない。オルグっていうのは仲間に引き入れて構成員にされてしまうねんけど、その手法は恐怖支配、常に恐怖で縛ろうとしてくるので、知らん顔無視スルーしておけばそいつらが恐怖におののかないといけなくなっていくんです。あ、笑ってしまった。共産主義者は口べっぴん笑顔の悪魔、仲間になったら必ず恐怖で支配して指令によって動かそうとしていくねんけど、共産主義者の特徴は身内に厳しいことで、やつらは洗脳オルグ離間工作を主にやってて、その場を混乱させて破壊に導くことをやってんねんけど、任務が遂行できなかったら自己批判に応えろなんて意味不明なこと言われてボコボコにされてしまうんですね。で、よく左の翼の人たちが自己批判なんてしようらしいことするはずないって否定されんねんけど、ちゃうねんって。左の翼の日本語の意味ちょっとおかしい、使い方おかしい。自己批判はするものでなくされるもの。自己批判に答えろなんて意味不明なこと言われてどう答えんねんとか思ったらバーンってやられて、自己批判トレビアンボコボコみたいだーっていう儀式に持ち込まれはるみたいで、自分たちがターゲットにされてんねんから知らん顔しとけば任務が遂行できない、できないやつとみなされて、相手さんが自己批判に持ち込まれはんねん、おもろいなって、知らん顔しとったらええねんって。クーパーさんの本のタイトルは英語のタイトル読み方わからんので日本語の意味で、恋の鞭、恋っていうのはわざと知ろうとしないっていうことかな。ナルコス、タイクーン、中の国共産党代理人のネットワークがいかにして西側に潜入したかと題した本である。共産党高官と
ブリティッシュコロンビア州のマネーロンダリング容疑者の関係を描き、カナダにおけるオピオイド危機を煽り、オピオイドって麻薬のことみたいですね、不動産価格を高騰させた刑事訴訟についても述べている。また中の国の国営企業がトルドーさんの家族財団に何十万ドルも寄付していたことも明らかにしていた。トルドーって右でも左でもなく全身あるのにとか言うて出てきよったよね。あ、こいつってあったいねんなって私は思ったんですけどね、コミッケル系なんちゃうかなと。12年ほど前ツイッターで右でも左でもありません、真ん中ですとか言うてるやつがうわって湧いてんけど、あ、こいつら絶対怪しいよな。普通の日本国民って政治に全く興味がない人の方が多くって、右とか左とかよう分かってないのよ。それを主張して真ん中やとか言うてるやつって統一戦線工作でもやってんのかなって。その時統一戦線工作っていう言葉は知らんかったんけど、まあ、入り込んで自分らの思い通りにしていこうとしているな、入り込もうとしているなと思って観察して避けてたんですけど、私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて歴史の真実を探って Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですけど、もともとはですね、社会統計の実にお偉い名誉教授の先生とお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれまして、全くリスペクトできないし、なんやねんこれ、社会統って一体なんなんから、その人の足を引っ張りたくなってリサーチが始まってるんですよ。後にそこの責任者だった人が定年して友さん員として生きる宣言をした。友さんは共産、そこの党員として生きる宣言をしてんけど、それを教えてもらった時、先人の書を紐解こうとしていた。で、友さんがあかんっていうことがくどくど書かれてあってんけど、あ、なるほどねと思ったんですね。だからあの時理不尽やってんなっていうことが分かったんですけど、その時ですね、友さんが国際共産党コミッテル第三インターナショナルであることは分かってたんですけど、社会党が社会の窓主義インターナショナルという国際組織に加盟してて非常に厄介なところであることは知ってたんですけど、もともと同じ組織であることは分かってませんでした。これが分かったのは後々後の方で、日本の辞書百科事典見たら、あ、書いてあるやん、やってんけど、私が日々語っていることは都市の伝説のレベルではございません。辞書百科事典のレベルです。信じるも信じないもとか神秘的なお話ではなくって、書いたんでなんですけど、頭の悪い陰謀論とか言い出すやついるけど、それはコミッテル系のなんかごまかしたい系なんちゃうかなと思って冷やかに見ています。中野国の友さんは日本の友さんと同じ組織なんですね。コミッテル日本支部として誕生したのが日本共産党。コミッテルはコミンテルンっていうのが正式名称で、国際共産党第三インターナショナルとも言われ、第二インターナショナル時代は社会の窓主義インターナショナルと同じ組織やった。で、分裂して別々になったのは父ちゃんのところ、プッチンプリみたいな名前の方が仕切っているところで核の命が行われましたよね。それが成功して、レニンのおっさんがほんまはレーって伸ばすねんけど、レニンがコミッテルを作ったんですよ。で、トモさん一党独裁としてやっていきます。で、社会の窓主義インターナショナル系が誕生して、資本主義国における嫌がらせやいのやいの団体として頑張りますわってやってはんねやろな。社会の窓主義インターナショナルの副議長を務めてるのが日本の社民みずぽん投資やねんけど、福島のみずほさん、あの方福士幸子さんとか別名があって、数名なんかな、ほんまの最初の名前は林紀明さん、貴重品の木に妹って書く方やったんちゃうかなって言われてて、なぜならば漢方にみずぽんと同じ生年月日の方が載ってんのよ。で、不思議なことに辻元の清美さんも社民にいた、今は角丸枝野が作った立憲にいる落選した人、あの方奇変にとって書く僕かパクか言うねんけど、貞子さんって方と同じ生年月日の方が漢方に載ってらっしゃる。あら不思議、そんな偶然あるって感じで、まあご本人ちゃうかな、なんやけど、これまでやってこられたこと赤くて酸っぱいから、あーやっぱそうなんかなって納得してしまうやんか。記事はまだまだ続いてるんですけど、カナダえらいことになってますよ。でも私が言いたいのは、カナダだけでなく日本もえらいことになっている。維新が最も
立ちの悪いところやなって思ってまして、維新はコミってるやと思ってるんですけど、コミってる系。維新は大阪都構想で大阪市を国から独立させようとしていた、地域の革命運動をしようとしていた。これは大阪維新の公式ホームページに書かれていたことです。で、丸山の穂高さんが北方の領土は洗脳をするしか取り戻されへんでっておっしゃったことが問題となり、丸山さんのことかばったったらええのに放り出して、プーちゃんのところの大使館にお詫びに行った片山の虎之助と馬場の信行が、維新の社会の窓主義インターナショナルで、谷畑さん一番最初ですね、なんで出てきたかって言ったら、上田匠の秘書をなさってて、上田匠がまた香ばしくてティフレを作った方やねんけど、部落解放同盟委員長をなさってて、上田匠さんの一番最初の政党が友さんやね、日本共産党。そして友さん系の日本の声に行きました。日本の声は1964年に結成された新祖反中の国の友さんの左翼党派。ソビエテタ連邦大好きやけど、中の国の友さんは嫌いやでって意思表示した政党やってんけど、ソビエテタ連邦なくなって社会党に移ったんやろな。さすが同じ組織もともとって感じで、上田さんってソビエテタ連邦のスパイ協力者の一員であったと指摘されてるんですよ。1979年にお米の国って書くところに亡命した元ソビエテタ国家保安委員会少佐のレフチェンコっていうやつの著書で暴露されてんねんけど、上田のことウラヌスって呼んでてんけど、あ、だから丸山の穂高さんが出現したとかその程度のことで放り出して終わりに行ったんやな。プーちゃんのところって核の命が起こって別の民族が入り込んでんけど、そこめっちゃ詳しくお話ししたいんやけど、それはちょっと無理みたいなんで、新しい政党とか保守論客とかやってる人たちあんまり信用しん方がいいと思うで。右も左も保守言うてる連中も根っこが同じでマルクソさん的やなって。カール・マルクソさん、本名をモルデカイ、自由なおそうめん屋の会員やった人。盛大なプロレスが行われていることを念頭にちょっと冷ややかに見た方がいいですよ。